はい、皆さんこんにちは、ワンナルゲルビーチです。では今回は信長の野望天下創生パワーアップキット続きをプレイしていきたいと思います。前回からですね、伊勢北畑攻略戦、これを行っています。で今回はですね、もう北畑の息の根を止めてやりたいというところから、目標はここ筒井城攻略を行っていきましょう。で筒井城なんですけど、まあ北畑がいたりしてですね、島左近がいたりして、なかなかに硬いので、まずはしっかりとした軍備を整えていきたいんですね。でお金はそれなりにあるんで、商人から鉄砲を買っていきます。今回は鉄砲1220か、2000は欲しいんだよなって考えると、一旦軍事で輸送、この安土に金を集めましょう。金があるところから金を巻き上げる。あと視聴者の方からですね、城主は一番身分の高い人にしとかないとひどい目に遭うよというアドバイスいただきましたんで、まあ、そのあたりもしっかりやっていきましょう今回ね。お、金をだいぶかき集められたな。がこれがあるからな、なんか途中で山賊に襲われたみたいな。そしたらまずは今手に入れた金で鉄砲を大人買いしましょう。いや、大筒も買えるか。大筒買おう。大筒、さらに鉄砲2000。これ金がマジでなくなったな。金がなさすぎるときついんで、再び輸送で金をどっからか巻き上げよう。まあ、それなりに金があるところはここだな。であとは城主だよね。人事委任はしておこうよ。いや、もう全部してあるね。してあるんでよくて、そうするとあとは投用できるんだ。投用する。あー、戦国久秀いいね。秀長だったら大丈夫でしょう。でさらに投用で一馬さん、ここは光秀に行ってもらおう。まあ、光秀も安心感あるよね。あと何、茶会でもやっとく。秀光、光秀も呼びたかったけどね、裏切られるときついからな。桐山御所、ここに人を配属しないと話になんないかな。まずここだけど、いや久秀だな。いや久秀は裏切る可能性があるから怖い。戦国秀久の方にしよう。光秀も危険だよね。あと関、あと戦闘力重視でこの辺りの武将を配属するか。で城主だけど、城主は誰が一番いいのかって話だよね。足軽組頭、全員足軽組頭だったら滝川に任しときゃいいだろう。でこれで行動回数を使い切ったんで、次のターンで攻め込みましょうか。おっと、委任をしておきましょう。他にも残ってる？
いや、大丈夫だね。武将はいくらいても困らないんでね。わ、断られてるよ。そうすると、まあ光秀だあたりにしますか。光秀だったら断られることはないでしょう。で、あとは一旦攻略戦を行ってみますか。大筒隊を出したいんで、大筒隊を誰に指揮させるかだな。これは秀吉に、おそらくですね、何か宅配便が届いたんだと思うんですけど、この呼び出し音は宅配ボックスに入れておいてもらいましょうということで一旦無視しましょう。大筒に変えます。で、鉄砲はいて、弓もいて、という、こんなところかな。久秀がちょっと心配だな。あと、勝家は、軍馬に変えられない、変えられないね。あとは、竹中。おやつを両馬に変えよう。正社持ってるから、本当は鉄砲の方がいいのかな。となると、信長を、まあ何かあった時のための、いやでも雨鉄砲使えるのでかいよな。いや、半兵衛を鉄砲にして信長は馬にしよう。この布陣でどう。もちろんこちらが自ら指揮を取ります。で、北畠軍は引きこもったんで、こちらはじりじりと敵の方に攻め込みましょうか。前進、押し出せ、前進。で、敵の城門はここだな。となれば一旦全軍に指示を出しちゃいましょうか。で、指示を出す場所なんですが、まあ、敵の城門の正面、この辺り陣を構えましょう。敵の援軍が現れました。おお、敵の援軍が到着か。敵の援軍自体はなんてことはないでしょう。大筒隊が得られるときついからね。大筒隊は信長の本体で守りましょうというところかな。そしたら一旦陣に戻りましょう。で、士気を回復して、秀吉がだいぶ削られてるっていうのも痛いよな。半分にまで削られてるからね。よし、そしたら全軍で攻撃を仕掛けましょう。
で、信長だけはね先行すると辛いんで待ちます。ちょっと待って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 、なんかおかしなことになってないか。進め。押し出せ。秀吉な。秀吉は縄文の破壊に戦で。本陣に戻りましょう。信長がやられると辛すぎるんで。で、信長はどこにいる？肝心度。信長はこんなとこにいるよ。信長大丈夫か？進め。敵部隊壊滅いたしました。いや、信長はどこにいる？信長は、信長が下がらないとさ。ちょっと待ってくれ待ってくれ、信長よ。信長大丈夫か？信長、いや本当に勘弁してくれよ信長くん。よし、こちらは順調とは言い難いけど先に進みましょう。お任せくだされ。信長は一旦本陣に戻る。お任せくだされ。信長は本陣に戻ったよね。 OK だ。前進。あとは左近と宗吾だね。誰が壊滅？松永久秀部隊か。まあいいだろう。よし、さすが勝家だな。左近か。左近ダメ？左近はじゃあ解放しよう。いや、左近をやっぱり引き入れたかったからな。そしたらここ筒以上に武将を入れていきましょう。で、誰入れる？光秀とかは危ないよな。まあそしたら秀吉、秀長、半兵衛、まあ、この辺りを入れますか。さらに下から何人か入れましょう。で、委任自体はしちゃいましょうね。あ、まだ完了してないか。じゃあこれでターンを送っていきます。さて、いよいよ三好だな。まずは今出たように家康との同盟が切れてるんで、家康との同盟の回復を狙いましょうというところかな。
あれ武将配属できてないじゃん。配属しようよ。秀吉、安兵衛、秀吉と安兵衛両方入れるんだから、ここかなり強力な場所になるよね。あとは信長自ら出向いてしっかりと同盟を結びます。何なんだよこのさ、家康の上から目線は。まあくれてやるけど、あれまだここ武将入っていない、武将が入っていないならしょうがないな。あと気になったのが庭ちゃんのところ、庭長秀しかいないように見えるんだけど、気のせいかな。やっぱ庭長秀しかいねえよ。どういうことだよ。北畠、まあ、溝口、この辺りを与力としてつけたらいい。移動が完了しましたって出る割にはさ、なんか増えた感じしないんだよな。何なんだろうね。そしたらまず治安を一回入れときましょう。久秀、さらに開発はやりきったか。じゃあ投資だな。どこに投資をするかだけど、光秀、あとは秀光、あとは天守。金がないか。10万とかも手が出ないな、さすがに。他の大名との交渉でいうと雨子だな。いや雨子とはもう結んであるんで、どうする、計略でも打っとくか。内容御所、いやもったいないからやめとくか。武田信玄を共にという話、家宝を要求するよ。家宝持ってないと。まあじゃあここは大人になろう。家宝持ってないわけないけどね。だってさっきさ、こちらから家宝を奪い取ったんだから。でだ、豊、いや豊の前に配属だよね。配属がなんかうまくバシッと決まってない感じがするんだけど、どういうこと。あ、秀吉行ったね。いやよくわかんないわ本当に。そしたら秀吉の他に安兵衛、秀長、あ、分かった分かった、バカだったね。ちゃんと選んだ後に右で選択してないからだな。これでハマるでしょう。同じ要領で安兵衛のところもしっかり、や、あ、長秀のところもやってあげないと。これでいいでしょう。でついでに委任もしときます。まあ、秀吉に任せときゃいいでしょう。であとは豊だね。まあ、信長自ら行けやこと足りるでしょう。さらに豊で、まあ、ここは久秀で、他は投資。金がないからね、何するにしても。光秀に、秀光、ちょっと武将の数欲しいな。
岡部元信生きてたんだな。ここはじゃあ久秀だな。まあ久秀登用できるかもしれない。いやじゃあ光秀は、さすが光秀だな。この辺りは間違いないですよね。計略内容、御所久秀引き抜き、引き抜ける。うわー、そごうとかここにいるわ。藤高、そごう、左近とかが行ったらもう絶望的だよな。内容、まあ切り崩していくしかないからね。いや、 やっぱり能力が低い人間に内容は無理だな。まあ、一応じゃあ部隊を出してあげる。村井定勝あたりだけ出そう。で、定勝が捕まったよ。まあ、解放されてよかったな。内容だ。引き抜き先に確認しとく。総合とかだっても関係ないじゃん。いや違うな、藤高だよね。やっぱり藤高、久秀いけるのか。ダハ、いや南条には無理だろう。光秀だよこういうのは。で信長も出しますと。で登用できる人材はバシバシ登用する。登用はまらないね。まあ、ここもやっぱり信長クラスを出してあげないとさ、確率が低いんだろうな。であとは投資しときます。家康に改名しましたね。さてと、登用は信虎がいる。これは絶対登用したい信長。よし、信虎が入っただけでだいぶ戦力増すだろう。あとは引き抜きだな。まともなやつがいないから、まあ引き抜きにこだわる必要はないかな。そしたら続いてですが、破壊工作を行っておこう。御所、それとあとは投資を入れて次のターンで再び
合戦にもつれ込ませます。いや、モブトラが入っただけでだいぶ変わると思うんだよね、戦力が。秀吉秀長半兵衛を筒井城に移したことによって、正直だいぶ戦力がダウンしたんですよね、この信長直轄部隊が。それが今回の信虎の加入、あと岡部元信もそれなりに能力あるんで、それによってだいぶ補填されたかな。さあ、では早速軍を起こしましょう。まあ、御所だよね、やっぱり御所。安土城から兵を出したいんで、そうなるとだ、森吉成を解体させて、これこっから誰出す、信虎だろうな、やっぱこれに砲筒を指揮させよう。御所から撃って出てきたか。まず信虎の配置確認しよう。信虎はここか。で、敵がどう動くかだよね。動きはないとなると、まず軍を集結させよう。どこに集結させるかというと、ここ。ちょっと待って、大丈夫だね。あとは敵の出方を見届けるかな。さあ、全軍の配置が終わりましたね。いや、ここ一進一退だな。おっと、ちょっと待ってね。そうしてる間に一旦止めよう。ここに敵の部隊がいるな。三好隊がいる。この三好隊を殲滅しよう。
ひるむな。松永隊がボロボロだな。打ち壊せ。三好長慶の部隊が突出はしてきているな。押し出せ。砦が占拠されました。何、占拠された？まあいいよ。壊滅させたな。こうやって徐々に徐々に削っていくしかないからね。出たー、信虎裏切り。信虎の裏切り出たよ。しかもお前よくやってくれるよ本当に。お前唯一のさ、筒を持って大筒持ってるお前が裏切ってどうすんだよ。本当に許せない。押し出せ。さ、敵の本体がどこにいるかだな。三好長慶の部隊が前に出てきてくれたら戦いやすいんだけどね。そしたら健康一滴、敵の本陣を突くか。かしこまりました。押し出せ。ガラガラの敵の本体を突こう。いや、敵の本陣だ。これでどう動くかだな。で、一応味方の本陣には松永久秀を入れておく。うまくはまれば勝てますね。そうはうまくいかないか。ちょっと目論みが甘かったかな。そしたら目標を三好長慶、こいつただ一体に絞ろう。本陣に、いや陣に逃げ込まれたか。そしたらここは退却だな。無理する必要はないので退却しましょう。いや強いな。そして信虎が奪われただけじゃなくて大筒が奪われたっていうのが一番腹立たしいわ。すいません。マジか。せっかく金かき集めたのにな。しばらくまた金をかき集める日々が続きそうだな、こうなっちゃうと。まあそうなると、いやーそれにしても悔やまれるな。ちょっと茶会でも開いとこう。金がかかったとしても、全員茶会に参加してるから何もできない、しょうがないですね。はい、では、まあ、今回北畠を攻略したっていう意味では一つ実りはあったと思うので、
次回はこの続きとして三好討伐戦、これの続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。